こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですプーチン大統領はロシア大統領選の勝利後クリミア半島がロシアによって不法占拠されてから10周年を祝う赤の広場でのコンサートで勝利宣言を行いましたがその中でウクライナから奪取した新たな地域で去年に始まった鉄道建設の進捗について触れこの鉄道がもうすぐできた暁には たとえケルチ海峡大橋が壊されたとしても、ロシアはクリミアへの軍事兵団を維持できるようになると述べ、ウクライナでの鉄道建設を自らの業績として胸を張りました。凶悪のことについてお話します。プーチン大統領がこの度建設の進展に言及した鉄道は、 アゾフ海に面したウクライナの領土内に建設されています去年2023年秋からプーチン大統領の命令で建設が開始されたといいます2023年10月9日にウクライナ側のメリトポリのイワンフェドロフ市長がロシア側の鉄道建設計画を暴露していました去年2023年7月17日に ケルチ海峡大橋ことクリミア大橋がウクライナ軍の無人自爆艇の攻撃で爆発して損壊したため長さ 18km のクリミア大橋だけにクリミア半島への兵団を頼っていてはクリミアのロシア軍は維持できなくなる恐れがあると感じたプーチン大統領はクリミア大橋が壊されたとしてもクリミアへの兵団が維持できるように ウクライナ領内に新たなクリミアへの回廊を作るべく鉄道建設を命令したのでしたた。ので開通までには1年以上かかるという見方があった一方でこの度プーチン大統領が自分の業績として鉄道建設に言及したということは建設が順調に進んでいることを人々に印象づけました。 この地図はウクライナの調査センターが作成した地図です。緑色で描かれているのがウクライナが建設してもともとあった路線です。しかしこの緑色の路線は最前線にかなり近い場所に位置するためウクライナ軍からの砲撃や爆撃にさらされやすいという欠点がありました。 そこでロシアはアゾフ海に近いより海岸側の地域に鉄道を建設しています紫色で描かれているのは鉄道を敷くことができる路線もしくは実際にロシアが建設中とみられる路線だと言いますこの映像は3月20日に SNS にアップされました ウクライナ南東部のマリウポリから50キロメートルほど北東に行ったウクライナ領内でロシアが不法に鉄道を建設しているという映像です手前の車のフロントガラスの形からおそらくトラックのコックピットから撮影された映像だと見られます拡大してみるとロシアの鉄道建設車両が映っています 本チャンネルでどのような車両なのかを調べてみましたこの映像の前方のこの車両はこちらの車両に似ていますこの車両は VPRS-05 と呼ばれる特殊車両で1520ミリゲージ鉄道の新規建設と修理に使われ採石・バラストをタンピング すなわち砂利を突き固める作業をするマシンです。1520ミリゲージは旧ソ連規格の後期です。そして後方のこちらの車両は VPO3000 という特殊車両です。VPO3000 は線路上に採石バラストを縦方向と横方向の必要な位置に鳴らして配置し、 かつ線路をまっすぐにするという複雑な作業を同時に自動的に行えるというマシンですこのマシンのおかげでロシアの鉄道建設の迅速化が実現したとロシアのメディアスデラ・ノナスは書いていますロシアのメディアトップウォーはこの鉄道建設のニュースはキーウの政権にとっては極めて悪いニュースだと書いています なぜならロシアはロシアが擁立したドネツク人民共和国ザポリージャ・ヘルソン地域を経由してクリミア半島のルートを構築することに成功しクリミア大橋なしでもクリミアへの兵艦が確立できるからだとしていますそしてザポリージャ地域のロシア側の主張エフゲニー・バリツキーの言葉を引いて バリツキーが言った通りたとえ単線1本だけであったとしても沿線地域のロシア軍の兵隊がすべて解決すると書いていますウクライナ軍はおそらく鉄道が完成するまで引き金を引くのを待っているのではないでしょうか武器や燃料を満載した長い車両が ウクライナ軍にとっての最も効果的な標的になる可能性があります。今年2024年の6月には届くとも言われている F16 戦闘機の到着が待たれます。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。